取りで頑張っております。では5位につけております。そうですね、踏み切り等もしっかりしてるんですけれども、やはり採点の何ていうか比重というのは水に入ると、今言われました小山さん、高飛び込みの場合のポイントといいますと、最初にこの踏み切りのところをご覧いただいて、どれだけこう、ある種高く上がれるか、それから水中の姿勢という、名古屋スポーツ振興の米倉薫選手、所属は常葉浜松大、失礼しました。向井さんはこの試合に向かうために、難しい難度の演技にだいぶ挑戦しているようでございます。さあ注目の選手、石井恵、難しい演技に挑みます。この段階は6位です。おっと失敗です。これはですね、後ろ宙返り1回半、3回ひねりなんです。要するに後ろに宙返りを1回半する間に3回半ひねるということですね。ところがその1回半、後ろに宙返りする1回半にその力がなかった、そのために入水がああいうふうに失敗してしまう、そういうことですね。いただきます。これこの後の6回目以降ですね、石井選手はいい演技を見せまして上位に上がってきますが、7回目は後ろ踏み切り前宙返り2回半、先ほどご覧いただいた向井さんと米倉さんと同じ演技になります。やはり踏み切りがしっかりしてますね。それとフォームが小さくなってます、それがやはり水に入る瞬間に、結局この7回目そして8回目が素晴らしい演技で、石井恵日本選手権これが最後の種目になった時には1分0秒39、1分0秒32選手、特にメダルを取った、またのは、なかなか国内に帰って敗れなかったんですけども、オリンピック選手が敗れる、さすがこの辺りはレース巧者。そして関本は結局3位で1分1秒92ですが、関本のこのタイムは中学新記録です。日本記録保持者の神戸陽子が意地を見せたという最後のところでしょうかね。そうですね、神戸のこれまでのレース展開というのはですね、前半からもう飛ばしていくレース29秒31ということで、いつもは遅いんですね、ですから、ちょっと、心配したんですけれども、1分1秒台の争いということで後半持ちましたよね。なるほどね。したがって首藤選手がレース前にも言っていたんですが、若手が伸びてきた。そうですね、踏み切り等もしっかりしてるんですけれども、やはり採点の何というか比重というのは水に入る時の水しぶき、これがだいぶ大きく左右しますね。今常陽浜松大の向井智子、この段階で3位でした。この形ですので後ろ踏み切りです。米倉さんと同じ演技種目ですね、やはりこれ米倉さんと比較して申し訳ないんですけども、やはり幾分台よりかかかとを上げといて踏み切って踏み切ってるというところに少し回転がいいかな、そんなような向井さんはこの試合に向かうために、難しい難度の演技にだいぶ挑戦しているようでございます。挑戦です。菅美也子さん、中京大学大学1年生です。2コース平成元年のこの種目のタイトル保持者です。今年は春から好調で再び頂点を目指します。高瀬千佳子さん、
金田スイミングクラブ高校3年になりました。中学1、2年の時がピークでした。独特のフォームでトップを狙います。小学校新記録を出しました。もちろん予選トップです。重田恵さん、糸満、千葉県の佐倉市の出身、現在は糸満に留学。この種目の日本記録を保持しております。ランキングは8位、中尾美希さん、糸満。去年の夏から一気に伸びてきました。6コース自己ベストを2秒以上縮めての予選通過は見事です。奥井玲子さん、糸満。4コース、5コース、6コースはいずれも糸満勢。7コース初日に100メートルで日本中学校記録を出しております。今大会上り調子、中村舞さん、 JSS 長岡、中学3年、新潟からの選手です。中学2年、やはり中尾が引っ張るんじゃないかなと思いますけれども、重田がまた好調ですので、はい、まあ、どういうふうに追い上げていくかと、はい、書いてありますのが、もともとの自分の日本記録、しかも今年マークしたばかりだった。本当に勢いですね。はい、やはり、前半少し抑えた分、抑えましたけれどもね、150までのタイムを見ましても傾いたような形で、左右の腕の回転が同じようなリズムで回るんでなくて、1、2、1、2というような感じで回りますよね。